元競泳日本代表スポーツコメンテーターの田中雅美です。地球温暖化、皆さんなかなか普段気にすることも少なく目に見えないものなんですけれども、日本でも真夏日がどんどん増えてきたり、さらに世界では大きな気候の変動が起こっているのが事実です。このままいくと近い将来スポーツの世界にも影響を与えるかもしれません。環境問題への取り組みはみんなで早くに気づいて長く続けていかないと意味がありません。シャワーヘッドの取り替えですとか電化製品の買い替えなど検討してみてはいかがでしょうか。みんなが身近にできる地球温暖化対策、一人一人が賢い選択をしていきましょう。クールチョイス